どうも、伊予正人です。3月に入りましてね、私の地元もね、このようにね、春めいてきましたが、まずはね、こちらをご覧くださいませ。どうぞ。今ね、先ほど見ました動画なんですけどね、今ほぼ同じ位置からね、撮ってるんですけどもね、昨日ね、この昨日の夕方ね、ここで小学生らしき人がね、4人火遊びしてたんですよね。まあ私はまあ直接注意することはなかったんですけども、まあこんなこと してる人なんかいませんでしたからね。なんでこんなことをしてるのかなって私もつくづく思いながら動画を、撮影してましたんでね、はっきり言ってね、おかしいですよ。なんでこんなところで火遊びしてるんかなって。ほんま普通だったら大人の人が注意するんですけどね、まあ私もね、もう大の大人ですからね、普通に注意はしますよ。でもね、見知らぬ子をね、叱る勇気はちょっとなかったというのはちょっと残念だったなという感じがするんですけどね。まあこうやって堂々と動画撮影はしましたけどもね、子供たち同士でね、しかも河川敷で火遊びなんかしては絶対いけないんですよ。何のために火遊びしてたんでしょうね。とりあえずね、ここからちょっともう本当に近くなんでね、場所を移動したいと思います。はい、こちらが少年4人がね、火遊びしていた場所でございます。夕方に撮影した時はここでしたので、ここからね、約40メートルぐらい離れた場所から撮影したんですけどね。で、まあ今こちらが真正面からね、撮影したんですけどね、してるんですけども、ちょっと拡大してみましょう。見てください。もう焼け焦げた跡ありますね。本当にここで本当に4人がね、火遊びしてたんですよ。こんなもん、もし今確かに消えてますけども、これもしも、しっかり消えてなかったらね、この周りがね、火事になってますよ。ね、もう。で、私もね、向かい側で、ね、対岸でね、撮影してた時には
本当にわずかな日だったんですけどね、撮影する前ほんのまあ5分か6分ぐらい前にはね、この辺も本当に焚き火してましたからね、赤々とね炎ね見えてましたから、もう本当に何をやってるかなという感じがしてもうなりませんでしたからね、本当にマジで撮影したのかってそうつくづく思いましたよ。でもねまあ子供たちのね配慮のためにねあえてその時間帯はやらなかったんですけどね、もうあまりにもちょっとひどいかったので、もう消える前だったかと思いますけども、それでも撮影続行させていただきましたんで、もう絶対にしてはいけません。これは大の大人でもね言えることなんですけどね、特に子供たちはね絶対にこんなとこでね焚き火なんかしてはいけません。河川敷ですよ、小さいながらでも、もしこれ改めて言いますけども、ちゃんと消えてなかったら火事になりますよ。火事になったらどれだけ迷惑かかるかというのを思いしてください。いいですか。まあ動画の中でも大きいこと言いますけども、火遊びは絶対してはいけません。これを見ている皆さん絶対にやってはいけませんよ。まあでやってる人がいたら必ず注意しましょう。改めて言いますけど、私は黙ってましたけどね、本当に今度やってたら本当に注意しますので、ということでね、火遊びは絶対してはいけませんということで、お送りいたしました。それではね、ご視聴ありがとうございました。